校生新横浜スケートセンターを会場に8月26日から6公演が予定されているフレンズオンアイス2022、荒川静香さんらプロスケーターをはじめ宇野昌磨選手やカナダイカップルらが出演予定となっており、23日からはお揃いのアウターを着て練習がスタートしています。荒川さんのマネジメント業務を行っているユニバーサルスポーツマーケティングが手掛けるアイスショーフレンズオンアイス、他にも宇野昌磨選手や村元哉中選手、高橋大輔選手組のカナダイカップルも担当しているためショーに参加予定となっています。そんなアイスショーの開演を前に、23日には公式 SNS を通じて練習がスタートしたことが発表されました。今回公開練習に参加したと思われるスケーターはカナダイカップルや田中圭司さん、宮原さと子さん、村高人さん、そしてステファン・ランビエールさんです。カナダイの2人は今日から練習が始まりましたとコメントされた投稿に、それぞれフレンズオンアイスの文字がプリントされたアウターを身につけ、その文字をアピールするかのように素敵な表情で写る写真が添付されていました。この投稿の前には村元選手から今シーズンの新しいショーナンバーエキシビションと間に合えばリズムダンスを披露するかもしれないので楽しみにしていてくださいとの告知があり、結成3シーズン目となる2人の演技に大きな注目が集まっています。また今年からプロスケーターとして参加する田中さんも新プログラムを披露することを予告するなど、ファンの方々からのショーへの期待は高まっています。また今回の練習スタートを知らせる投稿には、宮原さんとステファンさんが仲良く写る1枚も投稿。昨年は新型コロナウイルスによる影響で海外スケーターの皆さんの参加はありませんでしたが、今年は例年通り出演することとなったため、出演予定のジェイソン・ブラウン選手らは日本に向かっている様子を自身の SNS に投稿してくれていました。空間的にも雰囲気的にも出演スケーターとファンの方々との距離が近いというアットホームさがいさのフレンズオンアイスは、グループナンバーや全員による群舞も魅力となっており、宮原さんとステファンさんの2人にコラボを期待する声も寄せられていました。なお、このフレンズオンアイス2022は、校生新横浜スケートセンターを会場に、8月26日から28日まで3日間の昼、夜の2公演ずつ、計6公演が予定されており、最終公演の模様は、CS 放送、日テレプラスにて生放送されることとなっています。現在、チケットの一般販売が行われており、23日18時からは立ち見席の販売もスタートすることとなっており、開幕が近づくにつれ、ファンの方々からは期待の声が寄せられていました。詳細をご覧になりたい方は、説明欄の URL からどうぞ。
うん。